それで、どうだったのよ。妊婦検診のことですか？問題なく育ってましたよ。そんなことはどうでもいいんだよ。あんたがブクブク太ってくのを見てたらそれはわかるし、私が聞いてるのは性別だよ。性別ですか？そうだよ。もうわかったんだろ？男の子だろうね。女なんていらないからね。どうしてそんなこと言うんですか？どっちにしたって可愛いし、私とユースケの子には変わりないんですよ。生意気な口聞くのもいい加減にしな。あんたの意見なんて聞きたくもないし、聞く気もないから。子供の性別は？わかったんでしょ？わかりましたけど。もちろん男の子。だよね。じゃないと。存在価値ないんだってわかってるわよね。女を妊娠するような非常識なこと。してないでしょうね。非常識って言葉の使い方違いますけど。じゃあどっちなのよ。はっきり言いなさいよ。ここまでいろいろ言われると言いづらいんですよ。は？じゃあまさか。女の子でした。でも私もユースケも喜んでます。お母さんも今は受け入れられなくても、いずれ受け入れて喜んでもらえたら嬉しいです。何言ってるのよ。それじゃあそんな子供役立たずじゃないの。え？そもそも、子供って役に立つために生まれてくるわけじゃないし、役に立たないと言われても。そんな子供不要だから、処理しなさい。処理？産む必要なし、無駄な費用もかかるし、今のうちに排除しないと。長男のアキトにも後々迷惑がかかる。何言ってるんですか？そんなことするわけないですよ。私たち夫婦が喜んでるんだから、それでいいじゃないですか。私が許しません。どうしてそんなに男の子を希望するんですか？一人目は男の子だったわけだし、そこまでこだわる必要ないですよね。女なんていらないって言ってるの。うちの財産を食いつぶすだけなんだから。財産って、お母さんたちに迷惑をかけるつもりはないですよ。私たち夫婦二人でもやっていけてますし、お父さんのお金にも頼ってないですよね。今後どうなるかわからないでしょ。とにかく、手遅れになる前に、さっさと排除しなさいよ。じゃないと。私が強制的に処理しますからね。嘘なこと言わないでください。私たちは降ろすつもりなんてありませんから。これ以上そんなこと言わないでくださいね。ゆうすけ、ちょっと。どうした？体調でも悪いのか？病院の後を送ってやらなくてごめんな。ううん。ゆうすけも仕事だったし仕方ないよ。それはいいんだけど、ちょっとお母さんのことで。母さん？何かあったのか？性別を聞かれたから教えたのよね。そしたら、かなり怒っちゃって。は？なんで怒るんだよ。性別なんて母さんに関係ないだろ。私もそう言ったんだけど、男の子以外いらないって言われちゃって。は？まだそんなこと言ってるのか？後継ぎが欲しいからそう言ってたのかと思ってたけど、それならアキトがもういるだろ。私もそうだと思ってたんだけど、違ったみたい。単純に男の子しかいらないって意味だったのね。そんなこと言われても、もう性別なんて変えられないし、俺は女の子で嬉しいけど。私もそうなんだけどさ、男の子しかいらないから、排除しろって言われて。排除？もちろん、降ろすつもりはないってはっきり言ったんだけど、かなり怒ってたから、何かあったら嫌だなと思って。排除なんて言ったのかよ。さすがに最低だな。俺からも注意しておくけどさ、心配しなくていいよ。何もさせないし。そう？それならいいんだけどさ、ちょっと怖かったから、不安で。心配しないで。俺からしっかり言っておくから、変な心配かけて悪いな。大丈夫。ありがとね。まだ降ろしてないらしいじゃないの。またですか？もうやめてください。ユースケに言われませんでしたか？ユースケもあんたの言いなりになって本当に恥ずかしいよ。あんな子に育つなんて、がっかりだ。そういうことじゃないじゃないですか。まあ、もういいよ。え？認めてくれるんですか？その代わり、今日の午後はうちの家事を手伝ってもらうよ。すぐにこっちに来るんだね。今日ですか？わかりました。何か手伝えることがあるんですね。そうよ。今すぐ来い。わかりました。それじゃあ伺いますね。なんであんなことしたんですか？目が覚めたの？もう少し時間がかかるかと思ったけど。やっぱり雪がクッションになったんだね。子供はいなくなったでしょ？ありえない。じゃあ、
やっぱりわざとだったんですね。だったら何？私が二人目に女の子を妊娠したと知って、二階から突き落として流産させようとしたってことですよね。すでに後取りにするつもりの男の子がいるんだから、女なんていらないんだよ。金の無駄だ。それはあなたが決めることじゃないでしょ。あなたが突き落としたって認めるんですね。だったら何だって聞いてるんだよ。私は正しいことをしたまでだ。孫は男しか認めない。それがあなたの考えなんですね。わかりました。そんなことより自分の非常識さを考えろ。女の子を妊娠するなんて非常識な嫁め。後取りはもういるんだから、おとなしく流産しな。おい、覚悟できてるか？あ？許さないからな。お前のことはもう母親だと思わないことにするよ。何言ってるの？母親って？俺の嫁の娘に何してるんだよ。俺の家族に近づくな。え、まさかゆうすけ、なんでめぐみさんのラインで？今までのやりとりも全部見たからな。ここまでめぐみを追い詰めてきただけじゃなく、強行手段にまで出るとはな。絶対許さないから覚悟しとけよ。待ちなさいよゆうすけ。なんでそんなに怒ってるのよ。私が何したって言うの？はあ、自分が何したかまだわからないのか？俺の嫁を2階から突き落としたのは自分だって自分でも認めてたよな。それはそうだけど。流産させたいっていう時点で頭がおかしいけど、めぐみが怪我するかもとか危険かもとか思わなかったのか？2階くらいなら大丈夫だろうと思ったのよ。なんでそんなに怒ってるの？もうお前と話してても時間の無駄だな。お前って何よ。母親に向かってあんまりな言い方じゃないの。母親？俺はもうお前のこと家族とは見なさないから。お前のやったことは犯罪だよ。犯罪者となんて金輪際関わりたくない。言い過ぎでしょ。私はあんたとアキトのためを思ってやったのよ。自分がしたことを俺たちを使って正当化するなよ。俺がいつ女の子なんていらないなんて言った？流産させようとするなんて気でも狂ったのか。いらないと思ったのよ、女の子なんて。でもめぐみさんは無事なんでしょ？それならまた男の子作ればいいでしょ。ただそれだけのことじゃないの。本気で言ってるならもうダメだな。ちなみに娘も助かったよ。でも切迫早産になりかけたから当分入院だけどな。お前のせいだよ。なんだ、二人とも大丈夫ならなんとかなるでしょ。もう連絡してくるな。俺にもめぐみにもだよ。大げさなこと言わないでよゆうすけ。あんたは私の息子なんだからね。縁を切る。じゃあな。めぐみさん、調子はどう？うちの旦那が昨日から帰ってこないんだけど、ゆうすけと一緒にいるとだけ言われて、ゆうすけからも連絡が返ってこないのよ。何か知らない？お父さんは昨日お見舞いに来てくださって、昨日はうちに泊まったみたいですよ。アキトのこと見ててくれました。そうなの？なんでそれならそうと連絡しないのよ。本当に出来損ないの嫁ね。調子に乗るのもいい加減にしろよ。え？こっちはもう復讐するって決めてるから。あなたの行為、実は動画を撮ってたんですよね。動画？何言ってるの？あなたに呼び出された時点で嫌な予感していたんで、何も準備せずに行くのはちょっと危険だなと思いまして。ということで、あなたの行為の証拠の動画があるし、告訴させてもらいますから。告訴？はぁ？一体何の話をしてるのよ。私が何をしたって言うの？うるさい犯罪者。失礼な言い方するのやめなさいよ。ただの事実でしょ。あんたの息子も事情を知って縁切りするって言ってるんだから、自分がそれほどのことをやったんだって自覚した方がいいよ。そんな口の聞き方していいと思ってるの？え？思ってますけど。だってあなた犯罪者ですよ。自分と自分の子供を危険にさらされてるのに反論しなかったら、このまま犯罪者を野放しにすることになる。犯罪者っていうのやめなさいよ。私はそんなつもりじゃなかったんだってば。告訴なんて大げさすぎるわよ。大げさと言われてもそれくらいのことをしたんですよ。もう警察には連絡済みですから、あとは警察で話してくださいね。本気で言ってるの？警察に連絡したですって？何勝手なことしてるのよ。そんなことしていいと思ってるの？
はい、私の権利ですから。お父さんにももう説明済みです。お父さんもそうした方がいいって言ってますよ。うちの夫が？元夫になる日も近そうですけどね。元夫って何よ。まるで私たちが離婚するみたいな言い方するじゃないの。お父さんはそのつもりみたいですけどね。さすがに今回のことはドン引きだったみたいです。考えて行動すべきでしたね。うちの夫が本当にそんなこと言ってたの？それは今後自分で確認してください。私にはもう関係のない話ですから。ゆうすけから聞いたと思いますけど、私たち家族はあなたと縁を切らせてもらいます。あんたとは私ももう関わりたくないからいいけど、家族っていうのはおかしいでしょ。ゆうすけは私の息子だし。その息子にここまで軽蔑されるようなことしたってことですよ。もちろんですけど、アキトにも会えませんからね。あ？うちの後継はどうなるのよ。うちのって何ですか？もちろんお父さんとは今後も交流していきますよ。アキトは私たちの息子ですし、あなたのような危険人物とは近寄らせないことにします。そんなのひどすぎる。私に一人になれって言うの？自分がしたこと反省して孤独に過ごしてください。孫は男しか認めないって言ってましたけど、これでアキトもお腹の赤ちゃんもあなたの孫ではなくなりますね。お前みたいな祖母はいらないんだよ。さようなら、老害。姑の幸恵さんはその後、帰宅した旦那さんに離婚を告げられ、家からも追い出されることになってしまったのだそうですよ。さらに警察からは事情聴取を受けることになり、すぐに連行されてしまったのだとか。どうなったのかは分かりませんが、2階の窓から人を突き落としたのですから無罪にはならないでしょうね。旦那さんから離婚されて家から叩き出され、二度と息子にも孫にも会えなくなってしまった幸恵さん、さすがにそろそろ自分の非常識さを自覚したのではないでしょうか。